はいどうも、フランシスコ・ザビエルです。今からね、いつもように、いつものように、白猫プロジェクトの、フォロワーさんをね、勝手に紹介&勝手にトークしていきます。だからね、晒していきますんで、本当に覚悟しておいてください、これは。はい、じゃあ行きましょうか。早速ね。前回の続きから、赤カパさん、よろしくお願いします。オナシャス。オナシャス。オラとオナシャスしようぜ。はい。ということでね。フォロー、ありがとうございます。はい、次。昏睡レイプさん。野獣先輩。昏睡レイプ。昏睡レイプさん、なかなかいいっすね。名前が結構えげつないっていう状況ですよね。野獣先輩と。どうかね。まあ僕もね、僕のことをね、レイプしてくれてもいいんで、ぜひね、一緒に協力いきましょうかね。はい。ありがとうございます、フォローね。次、レスタートさん。フォローありがとうございます。リセマラでビル出た後、星4出るまで70回くらい回したよ。うわ、マジで？鬼じゃん。70回？俺に、劣らない、引き、弱さ。引き結構弱いっすよね、これ。70回って結構な島分のジュエル使っちゃいましたね。おそらくね。レスタトさんね。大丈夫ですよ。確率2倍になってるんで、そろそろ、当たり始めます。レスタトさんもね。だからね、元気出して落ち込まないで、頑張ってください。うん。俺のね、動画を見てね、こう、元気出してくださいよ、これは。本当に。まあ、元気出るかはわかんないですけどね。ほんとくだらないことばっかやってるんでね。俺は。はい、ありがとうございます。次、クーさん。名前かわいいな、クーって。クーさん、フラン欲しいなぁ。すいません。当たっちゃいました。僕当たっちゃいました。すいません、ほんと、ただの嫌味なんですけど、これ。嫌なやつですよね。これ、俺は。でもね、ちょっと、前回のね、黒猫ガチャ何回も話出しますけど、結構まだ昇進なんですよ。心の傷癒えてないんで、まあこれぐらいはいいでしょ。もう俺も。いい加減。はい。フォローありがとうございます、クーさんね。はい、次、会長さん。おう、会長。俺、次長。で、次、はい、雪降らないかな、ということでね。あれ、なんか前も、なんかそんなコメントあったような気がする。まあソフィーちゃんなんで、雪降るでしょ、俺は。雪降らせますよ、俺は。あと、ピノちゃん。もうなんか雪キャラでしたっけ確か。ピノちゃん。うん。黒猫のね。雪降らないかな、ほんと寒いですからね、最近。千葉の方もね、なかなかの寒さなんでね、朝布団から出れないですよ、マジで。だから雪降ってほしいですよね、逆に、ここまで来ると。はい、次、ノアールさん。小賀さんの動画を見て始めました。4連続で星4、3体出た。4連、あ、違う、4連か。4連で星4、3体出た。マジっすか？てか、小賀さんの動画を見て始めましたって、マジで嬉しいですけど、今これ。ちょっと今、心の中でテンションマックスになりました、正直。表面上には出てないですけど、今もう、完全に、漏らしてますから、はっきり言って。ちょっと匂ったらすいませんね。それにしても、4連で星4、3体って、もうこれ絶対始めた方がいいですよ、ノアールさん。本当に。一緒に頑張っていきましょう、これ。協力しますよ、俺。協力バトルで、ノアールさん。マジで。通常クエストもね、ぜひぜひお供させてもらえれば、ガンガン進めていけるんでね、ノアールさんのクエストも、通常クエストね。で、それでジュエル回収して、いっぱい回収して、また当てちゃえばいいんじゃねということで、はい、ノアールさんね、ありがとうございます。フォローね、本当に嬉しいです。はい、次、スピスピスピカさん。本当に確率上がってるね。いや、マジっすよ、これ。俺が、さっきガチャ動画出しましたけど、まあ、すごかったっすもん。今までの俺の引きではなかった。正直、これは。だけどね、まあ、爆死した人もいるでしょうね、中には。意外とでもね、フォロワーさんの中にフランちゃん持ってる人めちゃくちゃ多くて、なんかザックよりもザッキローニよりもフランの方が多いっすよね。結構割と、だから多分次回フランちゃん残ると思うから、ザックは多分落ちるでしょ。ルドガーみたいなやつは。はっきり言って。なんでね、まあ、ルドガーゲットしてた方が、まあ、キャラ揃えやすいよ。あ、落ちちゃった。
次。スピスピスピカさん、お、こよみちゃんじゃん、そういえば。てか、みんな新キャラも当たってんな、こよみちゃんね。こよみだよ。お友達になってね。なってるよ、もう。はい、友達確認できるかなの、ゆり、あー、読めねえ。ゆりあたたまる。ゆりあたたまるさんかな。ゆりだんさんかな。友達100人できるかな？できてますよ、もうすでに。もう俺が正直友達ですからね。俺をフォローしてくれた段階で俺ももう友達になってますから。指さすな、バカ。ということでね、もう友達100人できてます。もう俺が友達の段階で俺もう100人力の力持ってますから、友達100人分ですよ、はっきり言って。もう、でもゆりだんさんなんかね、この、音符マークとかね、できの間にちっちゃい数とか入れてるから、もう友達です。5000人ぐらいできてるでしょ、正直。このユーモアさがあればね。と思います、俺は。はい、フォローありがとうございます。リリさん、ハート、リリ、ハートさん、カニ嫌い。俺もね、カニ嫌いだったんですけど、最近まで。それよりも嫌いな敵が出てきた、正直。鳥。あとムカデ。ムカデは、正直ハンマーとか、いないと、もうね、ハンマーと拳か、あの打撃系がいないと、もうどうにもならんぐらい強いです、ムカデは。カニでも確かにめんどくさいな。まあ俺がね、正直、リリさんの前に立ちふさがったカニは全員俺がボコボコにします。任せてください、正直ね。もう瞬殺させてあげますから、任せてください、これはもう。はい、次、ミータンさん。リリーさん、フォローありがとうございます。ミータンさん。角丼で縄文丼。壁丼ですね。今流行りの。これなんですよ、壁丼の魅力はね。こうやった後の、ドヤ顔ね。ミータンさん、だからね、新キャラ結構当たってるから、最近多分みんな。最近多分みんなって意味がわからんけど。まあ、ガチャ引いてるでしょ、最近は。みんなね。で、まあまあまあ、縄文で、親密度を上げていくと。あれの作業が結構めんどくさかった。前までは。今もまあ割とめんどくさいけど、親密度が5、1回で上がるから、タイム育ててれば。あ、俺ミータンさんに壁ドンしてえな。まあ、男だったらどうしようもないけど。はい、今日はね、この辺で、終わりたいと思います。ぜひね、誰かね、僕に愛をください。正直ね。愛が欲しいんです、これは。この場を借りてね、アピールしておきます、これは。はい、今回もご視聴ありがとうね。バイバイ。